はい、豚ロース肉千切りで広がりを見てきてはほぼ半分に切る。はい、あと広げておきます。はい、新玉ねぎです。蓋かけ、はい、しょうが、酒、醤油、カレー粉、はい、よく混ぜときます。今日の主役の醤油、また油を入れて新玉ねぎを炒めます。
こちらとこちらも温まってます。まず締めるんですけどね。はい、OK。はい、新玉ねぎの炒めをかけて完成です。